はい、えー、今回はショート動画の撮影をしてみようかと思いますスマートフォン取り出してカメラアプリを立ち上げます私の場合はまずね縦で縦でねこのビデオから動画を撮るようにしてますはい動画の撮影ですでね今スマートフォンの中に画像がこうね入ってますね上から下まで下から上までこうやって舐めていきますねでこの辺でちょっと動画を切ります、えー、秒にして10秒ですねで撮影が完了ということで 次はアップロードですアップロードは YouTube のアプリを立ち上げてプラスを押してですねでここでえ動画をアップロードのコマンドがこの先ほど撮影した動画で,でね今スマートフォンので次を押しますね次をそうするとす処理をしてくださってますんで,でこの辺で動画の撮影です はい、処理中ですその次に、ね、なんか下の方にテキストとかトサウンドとかいろいろありますけども、ね、特に何も足すことなく私の場合は次 A を押しますね上までこ、はい、これであとはねこれタイトルを入れるだけですタイトルはね 女子高生の点々点とで、もししきましょうかでタイトル入れたら、完了をして、ショート動画アップロードってボタンを一番下の押すと、これでもアップロードは完了ですね。あとは動画がアップロードされたか動画を確認するだけです。え以上です。どうでした簡単でしたよ。